皆さんこんにちは、レクセ認講師の根本です。本日は私の担当する新前立腺科講座、こちらの方を受けて一発で受かられた合格者の方にいらっしゃいました。ではご紹介お願いします。はい、大石のり子と申します。お願いします。大石さんは今回、はい、1回の受験で合格されたということですが、はい、通学だったんでしょうか、通信だったんでしょうか。通信です。通信ってことは家で、はい、で全部見たということなんですね。はい、家でずっと先生見てました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとまず初めにこの司法書士を目指した理由って何だったんでしょうか。そうですね、やっぱり将来への不安ですね。30過ぎて、もしかしたら結婚もしないのかなって思い始めて、一人で生きていくんだったら、介護をしていたんですけど、介護ではちょっとこの先きついのかなとも思ってましたし、それにもっと学生の時、全然勉強してこなかったんで、もっと勉強してたら違う人生があったんじゃないかなって思って、でもまあ勉強だったら今からでもできるなと思って、どうせやるんだったら難しいことに挑戦したいと思って。それはすごい。それで結構いろんな資格見てみたんですけど、やはり受けるのに前提資格が必要だったり、それなりに年数が必要だったので、司法書士試験だったら、まあ、誰でも受けられるみたいな感じだったので、それでチャレンジしてみようかなと思いました。なるほど、その受けるところをまず視点で見てしまって、で、はい、そこで決めてた感じなんですね。はい、なるほどなるほど。でその司法書士の資格自体は、じゃあそれやろうかなと思ってから調べる感じだったんですかね。なんとなくは知っていたんですけど、でもあんまり何しているのかとかは知らずに、なんとなく名前くらい知ってる感じでした。なるほどなるほど。で選んだところで、じゃあ司法書士だったらこの受けやすいだろうかなという感じで選ぶよ。そうですね。はい。なるほどなるほど。でちょっとその勉強をしてなかったとおっしゃったんですけど、なんか勉強の履歴ってなんかあります、最後は。高卒ですね。あ、そうなんですか。はい。じゃあ高校で卒業されて社会人に行かれて、はい、でじゃあ待って、ってことは勉強十何年ぶり。もうそれにも高校の時もずっとしてなかったので。それは知らんけどな。いや、そうすると15、6年ぐらいですか。そうですね、もうでも人生で勉強したことがなかったので。おい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 。本当になんか試験とかでもそれこそ一夜漬けしか今までしたことなくて、なんか司法書士試験って1年以上かけて勉強するじゃないですか。そんな試験ってどんな試験なんだろうっていう、もう好奇心の方が勝ってしまって、いや すごいと思う。だって今まで普通勉強しなかったのにこの試験をいきなり勉強するってことなんで、その、ね、発想がすごいなって思いました。そうなんですかね。じゃあ例えば、じゃあそれってやっぱりこうやろうかなって、もちろん今までのモチベーションも今までのこうなんだ、その手に職をつけたいというのがあったと思いますけど、はい、多分やり始めた時にこれやれるかやれないかってやっぱあるじゃないですか。はい、あれってどういうふうに判断しました。いや、いけそうかなと思ったのは、申し込む前からもう絶対やるって決めていたので、もうやれないと思ったことはないです。おー、じゃあその申し込む前から絶対やるってこう思い込んであるのは何かあります、理由としては。いや、もうこれ取らなかったら人生終わるなと思って。なるほどね、もうそこまで腹くくったんですね。はい、もうそう覚悟は相当してました。もう途中で諦めるつもりもなかったので、だから始まってからも諦めるっていう選択はもうまずなかったです。なるほどね。じゃあその上で、じゃあ、司法書士を勉強しようと思った時に、はい、じゃあレックを選んだ理由って何かありますか。深くはないんですけどね、司法書士、一発合格者みたいなので検索したら、やっぱそうなんですよね。すぐ出てきたんですよね。ああ、レックバーって出てきたわけね。はい、はい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 。それで、パンフレットを取り寄せて、はい、選びました。なるほどなるほど。やっぱそこ皆さんやっぱそこから調べますもんね、普通ね。はい、そう、もう前提知識も何もなかったので、何を調べていいのかも分からず、それで検索しました。で、じゃあそのレックで司法書士になった時に、講座っていろいろありましたけど、じゃあそれで私を選んだところのなんか理由っていうのは。専業でやると決めていたので、あ、なるほど、やっぱり時間はたくさん使えると思ったので、カリキュラムが一番しっかりしているやつを選ぼうかなと思っていたので、はい、それで前立腺の講座を選びました。なるほどね。私担当している前立腺科講座ってもともと専業を前提にしたカリキュラムで、
もともともうこれ以上突っ込めないだろうというぐらい突っ込んで、もう専業受験生だったらここまでできるよねって形でプランしてるので、多分本当に一番向いたのかなという感じはしたと思います。はい、じゃあちょっとその上で、ちょっとまたいろいろお聞きしたいことがあります。はい、まず、いわゆる、バズ社の講義の期間と、はい、講義が終わった期間があると思うんですが、はい、まず講義中の時に、はい、その自分でなんか意識したこととか、はい、なんか注意したことって何かありますかね。もうとにかく寄り道をしないことですね。ほう、具体的に言うと先生もおっしゃってたんですけど、最短ルートを教えていると、だからその自分で仮説を立てたりとか、うん、こうだったらどうなるんだろうとか、はいはい、っていうのはもう一切考えなかったです。ああ、なるほど。そう、あとはもう時間も大切にしてましたし、本当先生のアドバイスは全部聞いてました。なるほどなるほど。じゃあちなみにこの6時間の講義が週3回じゃないですか。はい、でそれを多分家自分で勉強設定だと思うんですけど、はい、聞いてる時間って大体同じぐらいでしたか、それともなんか結構バラバラでしたか。私もともと朝が弱くて、だんだん起きる時間に慣れてくると、起きれなくなってしまうので、起きる時間、起きれなくなったら起きる時間をちょっとずつずらして。なるほど。もうバラバラでしたね、聞く時間は。もう起きれ、もうできると思った時にだんだん聞いてる感じだったんですね。睡眠時間は決めていて、何週間かしてそれに慣れてきて、起きれなくなったら また起きる時間を変えてずらしていくみたいな。なるほどね。はい、ちなみにこの年内の講義のところで、はい、一番きつかったことって何かあります？最初にうって思ったのは何々語の第三者。はいはいはい、あれも講義の時からもう本当意味が分からなくて、でも先生が図を書いてやりなさいって復習、ずっと図を書いてて朝の6時から勉強してたんですけど、お昼になっても分かってなくて、これ1日で終わるのかなって思ったんですけど、夕方ぐらいにはなんか理解できてて、できるようになったと思って、そこでつまずいたんですけど、できるようになったことで、すごく自信につながりました。それは。なるほどね。でちょっと前戻っちゃうんですけど、はい、今までその学習経験というかその勉強は十何年離れてるじゃないですか、はい、でいきなり文章を読んだ時に、はい、こうなんだろう、言い方悪いんですけど、脳みそがスパークしませんでしたか。しました。もうやっぱそうですよね。ハテナとの戦いでした。例えば文字一個一個見ても君は日本語でしょうかみたいなところが、もうまずもう用語から、うん、なんですか、要件とか効果とか、はいはい、ずっとハテナだったんですけど、でも割とすぐ慣れました。毎日聞いてたら慣れるし、でも本当最初はもうハテナだらけでした。ですよね。ハテナもだからだと、あと勉強する習慣って身につきました、はい、早いところで。最初はもうなかなか集中力が持たなかったんですけど、でも習慣はつきましたし、もう、専業だったので、仕事と思ってやってたので、なるほどね。もうそれは強い。その勉強しかやることないんですよね、家にいても。だから、勉強はしてました。なるほど、そういうことか。はい、なるほど。じゃあ次に、はい、じゃあちょっと今回いろいろ教材持っていただいたので、ちょっと教材の方を見させてください。はい、あ、はい、じゃあまずはこの過去問集の方から、はい、見させていただきます。こちら過去問集の方に赤字と丸というのがあるんですが、これは何ですか。先生おすすめの合格ゾーンの使い方で、はい、赤いなんていうんですかね、はい、シートですね。あ、そう、シートを引いたら、はい、もうそのまま丸×丸×って書かずに、すごく効率的にできるので、もうそのやり方は本当におすすめで、本当に時間の節約になりました。多分一般的にはこれを問題丸×と見たら次の後ろを見て答えを見て丸×を確認する、はい、理由も確認するんですけど、そうすると裏めくったりすることで面倒くさいと、はい、いうことでこの赤字でもう入れてしまって、赤シートを隠せば 赤シートを隠せば赤字とか見えない。でその後に赤シートを隠すこと取ることによって人違いないからできない丸というふうにすぐ分かるという形で、すごい速い感じでスピードに答え演習ができるんですよね、これね。はい、もうすっごい速かったです。すごいな、これもびっしりもうここまですごい書いてますね。あ、取り消し前取り消し後ありますね。はい、
お、はいはい、あ、本当このあたりもすごいびっしり書いてますね。あ、全部書い、大体書いてます、うん、そうですね、大体書いてますね。書いてないところが珍しいぐらいですね。はい、うんうんうん、あの講義が終わったら、うん、復習の時にずっと書いてたので、うん、本当ですね、ほとんど書いてますね、はい、うんうん、え、ちなみにちょっとこの付箋は何でしょうか。あの講義の時に、うん、講義の終わりに、うん、今日やるところっておっしゃられたところに付箋貼って、うんうんうん、そのところだけその日復習するみたいにか、うん、やってました。なるほどなるほどなるほど。ところどころなんか紙がいろいろありますね。あの卓一コンプリート講座のものを印刷して、うんうん、それを貼ってるって感じですね。貼るってか置いてるって感じですね、はい、あ、なるほどね。そうすると復習もしやすいですもんね。はい、なるほど。うわ、あ、これですね、この赤シート。そうそう、それでずっとやってました。なんか硬いのと思ったらこれだったんですね。こういう感じですね。これでやってこう、あ、そうそう、そうです、こうやってこんな感じですぐ見える、はい、いいことですよね。あ、すごいすごい。ちょっと待って、じゃあこれ一回ここに置きましょう。ありがとうございます、はい、じゃあ次は、じゃあブレイク2の方、はい、体験させていただきます、はい、よいしょ。うわ、結構びっしり書いてますね。あ、そうなんですかね、うん、もう人のあんまりっていうか全然見たことないので、うん、いや、書き込んでる方ですよ。あ、うん、そうですか、うん、書いてる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 。で、しかもなんか色がいろいろ分かれてますけど、何かありますか。一番最初は青ペンで書いてて、うん、あの当連とか模試で間違えたところに蛍光ペンとか使ってました。素晴らしい、うん、それはいい、本当にいいやり方です。そうすると、ね、基本か、ね、応用かどっちかね、すぐ見パッと見たからですよね、はい、そうすると。あ、でもそれも先生のアドバイスでした。ありがとうございます。多分また一体記憶があります。ありがとうございます。よいしょと。で、ちなみにまたここのところで、はい、また付箋かなんかいろいろあります。なんかこれはもう自分の注意点でしょうかね。いや、あの常識とおっしゃられたところだけ付箋貼るようにしてました。うん、あの失礼します。表の中でもあの隠してこう隠して宣言できるようにとっていう形で常識にしなさいといった表が結構あります。で、そういった部分も多分こうやって付箋でつけてるんでしょうね。載ってますね。占有保全と来たら引っ掛けと思うようにと。そう、自分が言った通りですよ。はい。なるほど、素晴らしい。じゃあありがとうございます。じゃあこちらの方でございます。はい、じゃあ次は、じゃあこれ、こちら見せてください。卓一で干拓というやつですが、横書きになってる会社語の条文集ですけど、あ、結構使い込んでますね。あ、すごく見やすくて、うんうん、それも先生のおすすめだったんですけど、本当に見やすくて読みやすかったです。うん、ある程度知識が入った後だと条文見た方が頭に入るんですよね。本当に最初はもう使い方全然わからなくて、うん、それこそ先生に聞いたんですけど、うんうん、でも慣れると本当に使いやすかったです、うん、いや、かなり書き込んでるし、うわ、すごいすごいすごい、うん、初受験で方にここまで書き込んでるの珍しいなと思ってくらい、いや、みんなもっと使いこなしてるのかなと思ってやってたので、いや、素晴らしい、うん、結構書いてますね。はあ、なるほど。これいつ頃から使ってましたっけ。年内じゃないですもんね。そうですね、先生にお聞きしたと思います。これいつから使えばいいですかって。多分私は多分1月とか、早くても4月ぐらいと言ったり。そうですね、1月とかですかね、うん、ですよね。会社法の卓一に取り掛かってから使い始めたと思います、うんうん、いやー、しっかり書いてる、うん、よし、じゃあちょっと次行かせてもらいます。じゃあちょっとこちらの中身、はい、行かせてもらいます。なんだろう、ん、これは何ですか。それはあの不動産登記法の記述の、はい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 、やらかしノートですね、はい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 、その先生のアドバイスで、やらかしたところをまとめた方がいいっておっしゃられてたので、うんうんうん、おー、税金落ち着いてとか、あ、本当間違えたところをメモってるんですね、はい、うん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 、記述はもうずっと落ち着きがなかったので。 ありますこのファイナル6回反省ってありますね。登記する順番何度も読んで確認したの間違えた。あー、毎回毎回こういう、あ、模試2回よくできた。あ、待って、じゃあ模試ごとにやってるって感じ。あ、そうですね、それ作り始めてからは当連と模試ごとに反省は書いてました。あ、これはいいね、確かに。その、毎回そのごとに作るってね、確かにね。うわー、すごいすごい。
ほう、ね、なんか表現のまとめとか。はい、じゃあ次こちら。あ、そっちはあの商業のやらかしの音です。ね、あ、本当だ。問題文はしっかり読もうと。本当に。うわ、出てきましたね。あ、なるほど。あ、やっぱこれもあれですね。この回ごとに反省が出てますね。はい、なるほど、なるほど。よしと。じゃあちょっとこちらの方まで。すいません。よしと。これがいわゆる練習帳、クラスに配ってるやつでしたね。はい、何度も何度も回しました。うん、やっぱこれをその申請書の練習のやつで使ってたってことですかね。あ、もうそれしか使ってないです。なるほどなるほど、はい、うん、じゃあこれを結構分冊ありましたが、じゃあこれ毎回使ったと。はい、うんうんうん、あ、結構書き込みありますねやっぱりね、うんうん、はいはい、でこちらがじゃあ今度は講義ノートの方になりますね。はい、講義中に使っていたやつで、あ、やっぱりいろいろ覚えるところの表とかも入れてますね。そうですね、当連もして間違えた時もノートに戻って線とか引いて確認してたので、うんうんうん、おー本当だ、はい、もう図表がたくさんあったので、うん、すごい読みやすくて、うん、頭にも残りやすかったので、うん、会社法のノートは結構使ってました。なるほどなるほど。じゃあ次はちょっとこちら、あ、ごめんなさい、すみません、おっと、あ、これが過去問コンプリートの教材のやつですね。はい、この過去問コンプリートの教材とブレイクスルーってどうやって併用してました、はい、使ってました。本当先生のアドバイス通りに、うん、会社法、商業登記法は、うん、コンプリート講座を使って復習したらいいとおっしゃられてたので、うん、もうそれを主に使ってやってました。うんうん、それとあと、うん、民訴系も、民訴ですね、民訴もちょっと分厚いからこっちの方がいいよっていうふうに、はい、そうです、そうそうそう、本当言った通りやりましたね。もう言ったことは全てやりました。本当にそれやってんね、はい、なんかここまで行くと、あ、すごいなって思う、まあ、感心するしかないわ。うん、よいしょと。でこれが会社法になりますね。はい、あ、なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと教材の方ありがとうございました。はい、よいしょと。じゃあちょっとまたすみません、後で片付けます、ごめんなさい。でちょっと次になんですが、はい、よし、こちらは。で、次にちょっとじゃあこの年明けの学習についてお聞きしたいんですが、はい、年明けっていわゆる当連、模試がメインだと思います。はい。で、初め成績良かったんですよね。初めは良かったんです。1対1回は35問中31問。はい、初めは。で、民法のところまではすごい、民法不動産まですごい良かったんですよ。で、ちなみに最終回の方に行ったって、私立法になりますけど、そんな悪くないんです、あれはあれで。そうでした。あれあれで悪くなるんですよ。はい、でやっぱそのやっぱ当連ってやっぱり自分のあれ目標になりましたか？なりました。うん、すごくなりました。本当に1週間の成果が、うん、毎週日曜日に受けてたんですけど、うん、日曜日に出るので、うん、本当に良かった時はすっごく嬉しかったですし、うん、もう悪かった時はもうずっと心が砕けてました。ってなると、あの4月以降は砕けまくってんじゃないですかね。あ、もうそうですね、もう心はなかったです ね、 ね。で砕けて砕けてたけど、だんだん後ろに上がってたんですよね。いや、上がってましたかね。上がってます、上がってま す、 あの最後のファイナルの、スーパーの1に、はい、でやっぱりクッと上がってます。そこまでこう引っかったのがスーパー1にで上がってって、はい、基準点を超えるようになってると。いや、自分ではもう上がってる感覚がなくて、うん、もうずっと平行だなって思ってたので、うんうん、本当にきつかったです。逆に言うと、そのきつかったところを、はい、やっぱりそのずっとやりこなせたっていうのはやっぱり初めのまずモチベーションなんですかね。いや、もう諦める選択肢がやっぱり最初からなかったので、うん、もうやるしかないんですよね、もう辛くても。なんかね、それがね、あの毎回ほらご質問、あの成績の、はい、成績いつも出すじゃないですか、はい、あのオンラインチューターで毎回今回このぐらいの点数でした、はい、ってだけで終わる人もいれば、これが点数でした、これをこうしたいんだけど、なんかいい手はありますか、教えてくださいみたいな感じで、はい、絶対なんか一つなんかアドバイス求めてきた感じがするんですよね、はい、毎回毎回。あ、そうです。なんかね、それをすごく覚えてるんですよ、うん、なんか自分がこうダメなんだっていうところで終わりにしないで、じゃあどうすればいいんだみたいな感じの、はい、そのなんか建設的 なんかその投稿がすごい多かったなと。本当にもうアドバイスいただけるのがもうすごいありがたくて、本当、うん、先生に頼り切っていたので、
先生に聞けば大丈夫かなみたいな、うん、そうなんか、ね、いつもね建設的な投稿と絶対びっくりマークで最後に入ってくるんですよ、教えてくださいみたいな感じで、それがねすごい全部で覚えてるんですよね。だからあこれ本当前向きでずっとやってるんだなと。だからそれで成績は後ろの方にあのファイナルの1回目とかちょっとカクンって落ちてから本当にじりじりいって最後の方でいわゆる基準点数は低いんですけど基準点を超えるようになってきて、はい、こういけんじゃないかなとって思って、でもそれでも最後のところでも26、28とかぐらいだからいわゆる合格点にはいかなかったのかな。最後のところで判定とか出ました？あ、だいたい A、A、A とかだったんですけど、うん、もしは、うん、最後は C とか E だったかな。あ、そんな低かったですか？もし、あ、記述の方かな、それって。あ、そう、記述でちょっと低かったので、うん、でも択一も多分、うん午前26、午後29とかで、午前は26以上行ったことがなくて、うん、どうなのかなって。それでそう思ってたら本試験がいくつでしたっけ？はい、31で午後が29です。おかしな点数取りますよね。自分でもびっくりしました。それってやっぱりやった時に、あ、これ行ったなって思いました？いや、思わ、解いてる時は思わなかった。うんです、ええ、憲法と刑法がもう大嫌いだったので、うん、勉強してもしなくてもいつも同じ点数みたいな。でも先生が憲法刑法は試験1週間前に詰め込んだらなんとかなるっておっしゃってたので、うんうん、詰め込みましたなるほど、そこまでちゃんと習ったわけですね。はい、じゃあそのやっぱ本番の時やってる時はそんな感じはしなかったと。記述の方はどうでしたか？本番の記述の記述も、まあ、あの商業からいつもやっていたので、商業解いて、あ、合同会社が出た時に、これは不動産で引き締めないとまずいなと思って、すごくまあ冷静に解くことができたので、まあ、枠ずれとかはしなかったので、それが良かったですかね。なるほどね。え、本番って結構時間余裕を持って終わってました？はい、そうでもない感じ？午後途中すごく余裕があったので、うん、あれとおかしいと思って、いつもこんな時間に解けるはずがないのに。あ、なるほどね、むしろね。そう、そこからちょっとペースが狂い出して、うん、読まなくていいとこまで戻って読んでしまったりして、結局最後はいつもと同じぐらいに、うん、ずっともう最後まで最後の1秒くらいまで解いてました。なるほど、ね、ちょっと話が戻ってしまうんですが、はい、あのまあ、通信で受けられたと、はい、で周りに学校は特になかったんですか？レック以外にですか？はいはいはい、いや知らないです。あ、ていうか逆に言ったのなんかその多分ご自身多分自分一人で勉強してた感じですよね。はい、あ、そうです。ではなんか周りに誰もいないって感じだったと思うんですけど、はい、なんか情報収集と か, なんか周りから話を聞くとかいう機会ってなんか設けようとしましたか？してないです。あ、もう本当に一人で孤独にずっとやるって感じで。あ、ずっと孤独でした。なるほど。じゃあその模試ってところが自分の指針になったって感じなんですね。はい、模試とか当連が。はい、なるほどなるほど。いや、これはいろんな方がさ SNS とか使っていろいろ情報収集とかしてるのかなんで皆さんそうなのかなと思いまして。はい、あ、そういうわけでもない感じで。はい、あ、なるほどなるほど。でもやっぱり一人でやってると結構不安になりませんでしたか？いや、もうずっともう自分だけ遅れてると思ってたので、もうすっごいもうずっとずっと本当に不安でした。うん、うん、ねえ、遅れてると思ったら受かってるってことだよね。あ、もうびっくりですなるほどね。うん、よし、はい、ではあの妻とはちょっとお聞きしたいことが他にありまして、はい、あの一発合格した秘訣って何だったと思いますか？やっぱりあの本当に先生のアドバイスに、ええ、全部従ってきて、はい、もう寄り道もしなかったことですかね。でも 100% の理解はもう自分に求めてなかったので、理解できてなくても問題が解けて答えが合ってるんだったらもういいやと思って、そうですね、まあ、答えが出せなくても、もう最悪答え丸暗記しようと思ってて、そういうことですね。はい、もう深く追わなかったことですかね。あ、なるほどなるほど、うんうんうん、なるほどね。じゃあ、はい、そうそう、お時間になりますが、はい、これからあのちょっとお聞きしたのが、はい、まずこれから司法書士を目指そうと思う方への一言と、はい、今ちょうど勉強中の方への一言、はい、できれば今やってる人もそうだし直前期の人に向けてもなんか言葉をかけていただけると助かります。はい、じゃあまずこれから勉強しようかと思う方に対するアドバイスをぜひお願いします。はい、本当に
辛い試験なんですけど、私もやるまではもうさっぱりわからないんじゃないかなと思ってたんですけど、やはり講義を聞くとさっぱりわからないってことは一度もなかったので、だん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 できるようにはなってくるので、迷っている方にはもうぜひチャレンジをしていただきたいです。本当に5時間であの人生が変わる試験だと思っているので、もう負けずにチャレンジをしていただきたいです。ありがとうございます。じゃあ今ちょうど勉強している最中の方に何かアドバイスをできる、はい、うん、そうですね、もう私も勉強していたので辛さっていうのは本当によくわかるんですけど、もう毎日毎日心も折れてましたし、もう勉強始めてから多分試験終わるまで泣かなかった日一日もなかったと思うんです。そんな、はい、毎日泣いてました。うん、まあ、嬉しかった涙もあるんですけど、うん、辛かった涙の方が圧倒的に多くて、うん、毎日心も折れるんですけど、もう試験その日だけ心が折れなければ、うん、なんとかなると思うので、どうかもう負けないでほしいです。ありがとうございます。じゃあちなみに直前期の、はい、でなかなか成績が上がらない、はい、という方に何か一言お願いします。私もなかなか成績が上がらなかったので、本当にできるできると思い込んで、絶対伸びる、もう絶対に伸びる、今伸びなくても試験の日には伸びるとも思い込んで、もう試験の日にはもうそう心が折れないように、もう強い精神でもう臨んでほしいです。ありがとうございます、はい、ではちょっと今回はお時間も来ましたので、じゃあこのあたりということにしましょうか、はい、本当に今日はどうも本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。以上で今回の対談は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。